どうもジルマンです。新商品ラッシュ継続。いやー、今年の冬はラッシュがマジで止まりませんね。今回はアンサンブルですよ。今回ご紹介するのはプレミアムバンダイ限定モビルスーツアンサンブル EX42 クイーンマンター。来ましたね、最大級のモビルスーツ。ジルマンね、クイーンマンターもすっすごい好きな機体の一つなんで楽しみにしておりました。だいたい42m ぐらいか、約 42m かな、全高が。なのでアンサンブルにするとどれほど大きいんだって思いますよね。ちなみにこちら箱の大きさなんですけども、はい、前に発売したデンドロビーム、あとねノイエジールと同じサイズでございます。これはこれだけでね、いかに大きいかがもうね伝わりますよね。今回はそんなクイーンマンスターを組んでじっくりと見つつ、フルアーマーダブルゼータ、これも過去の EX シリーズですね、そちらと一緒に合わせてみようと思いますので、お楽しみに。それではこちら、すべて組んだ状態に、レッツラゴー。はい、てなわけで組んでまいりました。このデカさよ。組み応えもあったけど、見応えも抜群でございますね。はい、こちらジルマンが過去に部分塗装したダブルゼータガンダムと比べたらこんな感じで大人と赤子でございますよ。結構ね、ダブルゼータガンダムは前後があるんで、総計で見てもまあ倍ぐらいあるかな。まあ何せよ、ごついダブルゼータと並べても十分に迫力のあるサイズでございます。それではそんなクイーンマンサーの可動から見ていきましょう。ではまず頭部の可動からですね。こちらはまあ基本的なボールジョイントによる接続なので、向きを変えたり上や下にね、ある程度の幅で動かすことが可能となっています。まあ、ただね、ここのパーツと少しねアンテナが干渉するので、避けつつ向きを変えたりする必要もあります。そしてクイーンマンサといえばこの特徴的な剣部のバインダー、こちらググイとしっかりと持ち上げることが可能になっております。さらにここの根元に可動がありますので、ぐるりとね上に向けたりとか、開いた状態で少しね角度を変えたりということが可能です。それから肩に関してはね、胴体との接続は基本的な棒ジョイントなんですけども、こちら側ですね、これがちょっと硬いんだけど、二の腕以降をね外側にこうやって持ってくることが可能になっています。さらにこの二の腕と肩の接続部分には可動がございますので、ぐるりと回すことが可能で、肘も当然ながらこういう風に曲げることができます。ただ90度はいかないかなぐらいですね。あまり曲げ幅は大きくありません。腕部最後は手首、こちらねアームカバーがあるのでぐるりとは回すことができず、一定のとこまで回すと止まってしまいます。そして胴体と腰の接続なんですが、これね基本的な棒ジョイントで振り幅はあまり大きくはありませんね。そして脚部、まずは股関節なんですけども、これねフロントスカートやリアスカートがあるので、そこに干渉しない範囲ではしっかりと動かすことが可能です。さらにこの股関節パーツ、外側に開けるんですけども、あまり大きく開くことはできません。なぜかと言いますと、ここのパーツとこのね腰パーツが干渉するんですね。こんな感じです。なので本当はもっと大きく開けるんだけど、構造上ここまでとなっております。そして大腿部と股関節の接続はこのような棒ジョイントとなっているので、取り付けた状態で内側外側に開くことができます。そして膝、こちらはググイと曲げることが可能なんですが、まあそれでも90度は曲がってないかな。今ここね丸を出してるここ、このパーツと干渉するので、まあ70度くらいといったところでしょうか。それからこの膝下についているパーツ、こちら
こんな感じでね、動かすことが可能です。で、内側の方。これはね、形状は違うんですが、こちらも同じように向きを変えることが可能となっております。脚部最後はこの靴パーツ。まずはつま先ですね。これ、それぞれ独立して動かすことが可能です。そして足首。こちらね、接続がボールジョイントなので、こんな感じで、わかりますかね、かなりグリグリとフレキシブルに動かすことができて、接地面をね、しっかりと探して確保できます。可動最後は背面。まずはこのファンネルラックから。こちらね、ご覧ください。かなり上に向けることが可能なんですね。そうすることによって、はい、ファンネル展開状態を再現しているのでございます。で、さらにこちらね、リアスカート、まあファンネルラックほどは上がんないんですが、これも、はい、動きとしてはしっかり振り幅があるんですね。そしてそういった各部可動を使うことで、このように大型モビルスーツとは思えない十分なね、派手なポーズを楽しむことが可能なんですね。さらにこの大型バインダーの裏側には専用ビームサーベルの絵がありまして、こちらなんと取れます。そして付属のビームバンをつけますと、このサイズよ、めちゃくちゃでかいんですよこれ。そんなビームサーベルを2本とも展開して、可動もフルに使って、こんな感じでね、ほんと大型モビルスーツにあるまじき超かっこいいポージングも十分にできちゃうんですよこれ。いやー、すごいですね。ちなみにこちらジールマの予想とは違って、ほとんど PVC が使われておりません。もうほぼプラモです。ただ二の腕や前腕部、あとは大腿部なんかのね、要所要所に PVC が使われてることで、結構ね、渋みもあるし、それ以外が基本的に ABS なので、結構ね、軽さもあって、ロボットのマシほどじゃないんだけども、アンサンブルにしては結構気軽に触ってポージングを変えれるっていう印象を受けました。特にね、直近の EX で言うと、まあデンドロビームはね、どうしても、うん、動きが制限されますが、ノイエジール、あちらはいろいろとポーズを変えるためにガチャガチャ触るのが難しかったので、それと比べるとだいぶプレイバリューが高いと思います。そんなプレイバリューをさらに高めているのが、このファンネルパーツですね。こちらはファンネルとファンネル射出エフェクトをつけた状態。ファンネルのサイズと造形はキュベレーのものと全く同じなんですけども、射出エフェクトとそれをね、支えるこの輪っか、これがね、大きくなっております。まあただそれでもね、クイーンマンサが大きすぎて、ちょっとね、射出エフェクトの迫力が欠けてるみたいになっちゃうのはもったいないかなと思いました。本当にね、これ全然大きいんですけどねクイーンマンサが本当に大きいのよ。そしてそんな射出エフェクトなんですけども、こちらジョイントがあるので、しっかりと各部が稼働します。まあただこの状態ではね、あまり稼働させるメリットはないですね。射出エフェクトのジョイントが生きるのはこの台座。はい、このように台座にはファンネル射出エフェクト専用の取り付けパーツがございますので、こういう風につけることで前方にファンネルを飛ばすという演出が可能です。付属の専用開き手もありますので、こうすることでね、より行けファンネルの状態を再現できるということなんですね。いや、マジでこれ楽しい。いや、ほんとね、シンプルにここまで楽しい理由は可動ですね。もちろんこのクイーンマンサも取りやすい部分があったり、パーツがね、硬いところとかもあるんですよ。でも総合的に見ると、アンサンブルの中では十分に遊びやすい部類に入るなとは僕は思いました。そうですね、これに近い遊ばせやすさで言うと、あの EX のパワーローダーあるじゃないですか。あれがね、結構触ってる時の感覚近いですね。まああちらの方がバインダーだとかファンネルラックとかより気を使うものはなかったんで、さらにガシガシ遊べましたが、いや、これもね、本当に僕の当初の思っていた感じよりは全然遊べて楽しいです。さて続きましては、モビルスーツアンサンブル EX37 フルアーマーダブルゼータガンダムと並べた状態。いや、フルアーマーダブルゼータもさ、このハイパーメガカノン入れたら結構な全高ですよ。にもかかわらず、やはりクイーンマンサは圧倒的ですね。
やはりハイパーメガカノンまで含めると、まあ、倍の高さということはなさそうですね。ちなみに向き合ってるとハイパーメガカノンはちょうどクイーンマンサの胸部を撃ち抜けるくらいの高さです。そしてそんなクイーンマンサの攻撃、モビルスーツアンサンブル EX-02 クシャトリアと並べたらこんな感じとなります。いや、クイーンマンサを小型化したといってもね、クシャトリアも相当大きい部類だったんですが、まあね、比にならない大きさですね。ちなみにアンサンブルでの全攻だとクシャトリアよりもフルアーマーダブルゼータの方がハイパーメガカノンの差で勝ってるといった感じです。はい、てなわけで思ったよりも駆け足でね、サイズ感であったり可動であったりを見てきたわけなんですけども、最後に互換性についてちょこっとだけお話しさせてください。結構大型のアンサンブルって通常サイズのものとの互換性がなかったりするんですね。クイーンマーサもご多分に漏れず、例えば肘関節だったり膝関節だったり、そういったものは全然合いません。ただその中でもね、例えばこちら、そう、このハンドパーツなんかは 3mm なんですね。なのでやるメリットはともかくとして、このようにダブルオーガンダムの前腕部にクイーンマーサのハンドパーツをつけることってのも可能です。まあ例えばね、スーパーロボットとかをアンサンブルで再現したいなって時にロケットパンチをするんだったら、これくらい拳が大きい方が迫力はありますよね。そしてさらにクイーンマンサのクソデカビームサーベル、こちらなんとね、持ち手部分の径が 3mm です。はい、ご覧ください、ダブルオーガンダムに持たせた状態でけー。アンサンブルではおそらく今のところ一番刃渡りが長いバスターソードと比べてもこの違いですからね、圧倒的でございます。さらに 3mm 軸ということは、そう、ガシャポンクエストに持たせることも可能なんですねいや、ギガスレイブを乗せた光の剣かって。まあ現状使いどころ全くないんですけども、このようにね、絵のサイズがちょうどいいよっていう情報は何かに使えるかもしれませんので動画にしておきました。ということで今回は年内最後のプレ版アンサンブル EX-42 クイーンマンサのご紹介でした。今回の動画が良かった、参考になったと思ってくださった方は、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。